ありがとうございます。わお、いかつ。ちょっと、パワーポーズ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 、あの、あいえいえ、オッケーオッケー、打ちそう。おい、ビッグパワー、ビッグパワーや。オッケー、オッケー、オッケー、タンケ、タンケ、ウォーカー、ウォーカー、もうすごい、ノー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 、3番4番5番とかすごい、クリーンアップ、クリーンアップ、すごいよ、セントラリーパワーヘッダーね、頑張らん、ナムトゥデイ、頑張ろう、いや、アップデイ、ベビーホームラン、スイング、いつもホームラン来るだろうと思ってるけど、ホームランいつもテルの打席でホームラン来るかなみたいな思ってる。あー、エミタイム、エミタイム、ホームラン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 、あー、これ、フィーリング、フィーリング、打球早いから、いやー、サクライスパン、いやー、ユーランファース、I bunt, no home run, no bunt. No bunt, no bunt. Looking for paper. Yeah, looking for running, so home run. I did from the bunt. Ante is so talking. Yeah, you can see. Whoa, whoa. Bunt of stunts.You try like the bunting, like go for hit. No, not for hit, but sack bunt. Sack bunt. Yeah. Yes, yes, yes. Ah, sacrificial. Did you make it? No, I did not. I did get an infield single after that, though. Okay. So it all worked out. But that was. マネージャーマンドーカーとカラオーカーさんです。頑張ってください、頑張って、最高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 。タンケット、得意な鍋、あ、10歳の、ああ、バンドロスニーニャス、10歳の時にバントしただけ、それ以来バントしたことない。加藤選手もヘアバンド、加藤選手もヘアバンドされてると思う、そういう時あると思うんですけど、ウォーカー選手のヘアバンド、いや、いろんなバンドつけてるから、おしゃれだなって。昨日とかなんか寿司みたいな。かわいいな。いつも見てます。憧れ、ちょっと憧れみたいなのがありますか。そうですね。まあ、髪型があってのヘアバンドで。僕にはとてもね。ちょっと憧れてるみたいなんで。かっこいい。かっこいい。そう。そう。ハーツで。あ、いいね。いいね。めちゃくちゃ佐々木朗希選手うまいんで、とにかくヒットを狙っていきますから。お願いします。僕はまた機会があったらちょっとこれもお渡しとかしてあげてもいいかな。私もし機会があればプレゼント、ウォーカーがその気になれば。佐藤選手もたまにつけてらっしゃるんで。やっぱ意識しますか。しますね。どうですか。8勝9勝の早までも僕勝って追いつく、勝って追いつくできてたんで、めっちゃ意識しながらポンポンでくれたんで、確かに10勝の壁が来ましたね。まあ、トータルゼロ1回目で
3年目ですけど。待って待って、1年目9勝。9勝、9勝。9勝ですね。あと8試合。9勝、7勝、13勝できたから。あ、1回落ちてるんですね。120試合しかなかったとき。あれが7勝9敗かなんかで。20試合ぐらいしか入ってないです。去年が13勝。ちょっと二桁のあれを。一回しか行ったことないです。気づいたら行ってるみたいな感じです。意識せずに。投げて祈るだけ。ジャスト。振ってくれって言って。もうマジか。5回1してるの勝てますからね、実際。だって、ゴンさんと延長10回で1点で負けたけど、今永と投げた時、次6回4失点で勝ちとかだから。頑張ってください。阪神の王さんが雨降ったら王さんと言ったら分かった。違う違う、大江君と並んで中日の雨男なんですよ。そんなに、まあ、タオルできるほどではないんですけど。実は多くて僕の試合中心。甲子園投げる時とか結構中止多くて年間1試合は絶対あった。さっきバス着く前までは結構降ってて、はい、で着いた時から晴れたから、はい、あれヤギ来たのにおかしいなと思ってて、雨と雨でプラスになったかもしれない。頑張ってください。いつも雨の中投げてて、あのパフォーマンスがすごい。一回それもオリンピックの時に喋ったから、でも逆にもう割り切って投げてます、ね、慣れてるんだ。キャンプとかもね、沖縄とかだともう移動、ヤギが移動するのに合わせて雨雲も移動してくるとか。オープン戦中止だったっけ。オープン戦、僕中日戦何回か中止だった。確かに、ちゃったんで。覚えてる覚えてる。藤浪とかが時代が違えば神様だって言って。確かに。豊作のね。そうそう、雨乞いの。Oh, my God.
1枚1枚だけ一緒に写真いいですか。ヤクルトファンよね。嘘つきや。ありがとうございます。こんにちは。こんにちは。長尾選手、はい、あの守備の極意について、はい、守備の極意はありません、はい、いやあのどういうイメージで取っているのかっていうのを僕ちょっと知りたいんですけど、まあ、やっぱりあの松田と甲子園ということで、あの難しい球場で、まあ、同じ土つながりということで、はあ、同じつながりということでちょっとどういう対処法でやっているのかっていうのが気になるんですけど、もう僕はもうあの気合でしか思ってないんですけど、まあ、まあまあ合わなくなった時は、まあ、気合ですね。なんとか体全体がグローブぐらいの感覚で、はい、土は多分取りに行かないと、はい、イレギュラーも多いんで、はい、体全体がグローブみたいな。そうですね、体全体も気持ちで、やっぱあの青柳さんとか、はい、やっぱゴロめちゃくちゃ多いんで、あそういうもう体全体がグローブ気合いみたいな感じですね。ゴロ飛んでいきたい。見たことないっすか。正面入んいやでも気持ちは分かるんで、はい、ありがとうございます。まあ、そういう気持ちでやってるよっていうのが分かるんで、まあ、そうですね、はい、土は、はい、気持ちで、はい、そうですね。体を止めたら1回目とかいや、ちょっとあのショートの場合は体で超えていってももう間に合わないです。間に合わないんで取らないと取らないといけないですよね。はい、ありがとうございます。頑張りましょう。難しい、ここのカメラマジでそれどころじゃない。今緊張してきて汗出てきたもんね。今から何があるんですか。ちょっとホームラン競争のバッティングピッチャー行ってきます今から。あーこれちょっと責任重要っすね。ホームラン打たせに。そうですね、ホームラン賞金かかってるんで1球全力で投げて。バカか。1球目もう空振り取ってください。練習の1球目、はい、もう1球うわーだキャッチャーにちゃんと言っといて。いやそこからの力加減できなくなるから。あ、そうなんで。その後もう投げれない。多分力加減わかんないから頑張ってください。お願いします。いきます。高知高校本日は大学の試合で素晴らしい。大学の入れ違いなんです。ああ、そうやね。現在グラウンドは打撃練習が行われております。練習中の野球部の部員が木下君のお兄ちゃんかなんかが同級生だよね。なんで僕また破壊する中に実際これ家で見てました。自身の方が昔から幼なじみのお兄ちゃんみたいな感じ。指示があるのでは動かずに落ち着いてお待ちください。めちゃくちゃいいボール投げてどうです。